こんばんは、6時のニュースをお伝えします。今 YouTube や TikTok で人気急上昇中のアイドルグループリアルピースのところへ福井アナが取材に行っていますので、つなげてみたいと思います。福井アナ。はい、福井です。今回なんですけども、 YouTube や TikTok で活躍中のアイドルグループリアルピースさんを取材させていただきたいと思います。それではご紹介します。リアルピースの皆さんです。僕たちが元気の始まりアイドルリアルリアルリアルピース、よろしくお願いします。一人一人自己紹介お願いします。はい、オレンジ担当カツオ、青担当カチョウ、紫担当ナオ、緑担当コベ、黄色担当コ。ありがとうございます。お一人一人カラーがあるんですね。いや、そうなんですよ。僕たちカラーがあって、例えばこの青のカチョウはいつも TikTok ライブで野菜をトランプで切ってるちょっと変なやつです。そしてこちらの紫担当のナオはいつも歌ってるんですけど、本当に歌が上手くて、歌ってみたとかもたくさん出してます。で、緑のコペは負けないもん負けないもんっていつも言ってて、 TikTok でも多分中の上ぐらいかなぐらいの認知度があります。そしてオレンジ担当のカズ、俺は天才です。で、はい、ありがとうございます。で、今回ですね、このスタジオでリアルピースさんに歌とダンスを披露していただくんですが、実は私も自宅でダンスを覚えてきた。あら、おー、あら、そうなんです。なので一緒に披露させていただければと思います。でも振り覚えの大変じゃなかったですか？大変でした。でも覚えるの早かったですよ。いや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 、もう本当に苦手なので、本当に何度もやり直してない。いや、でも1時間ぐらいでできちゃいましたよ。いや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 、もうでも皆さんの教え方が上手だからなんですよね。違います。はい、ということで早速私とリアルピースさんで披露させていただきたいと思います。それでは聴いてください。リアルピース、ちょっと待ってください。ちょっと今中継先の方でトラブルがあったみたいなので、はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは仕切り直して聞いていただきましょう。リアルピースによるリアルピース。リアピース、リアピース、天下掲げ自分らしく、またちょっと中継先の方でトラブルがあったみたい。大丈夫ですか？準備は整いましたね。はい、かしこまりました。はい、それでは再び聞いていきましょう。リアルピースによるリアルピース。リアピース、リアピース、天下影自分らしく、ちょっとメンバーの方が振り付けを間違えてしまったんですかね。中継先大丈夫ですか？本当に大丈夫。はい、では再び仕切り直して聞いていただきましょう。リアルピースによるリアルピース。お前ら何してんの？自分たちの歌の振り付け間違えるとか意味わかんねえだろ。ちょっと大変申し訳ありません。ちょっと今中継先の方で福井や仲間とやっちゃってます。すいません。無理、もう無理。かしこまりました。ちょっと中継先でまた福井やらかし、大変申し訳ありません。ぜひ皆様YouTube とか TikTok の方でリアルピースの方の方を検索してみてください。すいません、大変申し訳ありません。福山の方、すいません、またやってしまいました。以上、ニュースをお伝えしました。